本日のお客様をご紹介いたします。慶応大学教授で社会学者でありながら、この度映画をお撮りになりました。映画のタイトルは首相官邸の前で、スタッフは総勢2名え、企画決定は30分というこの作品、一体どういう映画なのかお聞きしたいと思います。本日のお客様、小熊栄二さんです。ようこそいらっしゃいました。 お,お招きいただきましてありがとうございます。もう、えー、<laughs> そんな格好でございます。えー、来ていただいて本当に。えー、はい。はい、えっとあれですね今回の映画、はい、あ首相官邸の前で、えー、これをお取りになったわけですが、うん、ドキュメンタリーの、えー、どうしてこれをお取りになるというふうに思いになったんですか？あの2011年から12年の東京で起きた脱原発運動というのは。うん 私の目から見れば、ですね、うん、68年の、えー、全共闘運動などよりもはるかに規模は大きい、全共闘運動で一番大きな集会というのは2万とか3万だったわけですけど、はいえー、2012年の東京では20万集まりました、うん、また、同時期、世界で、えー、エジプトの革命とか、はい、オキュパイ・ウォール・ストリートとか、香港のアマガサ革命とか、はい、まあちょっと後ですけれども、はい、起きましたが、うん、それと比べてもほとんど遜色のない規模、うん、あるいはあの政治的な えー、結果としてもかなりいいところまでいった運動だと私は思っておりますただ、それが日本ではそのように受け取られていないし、えー、事実としてそうだったにもかかわらず受け止められていないしこのまま記録が残らずに世界にも知られないのはよろしくないと私は思いました、あのー、映画を見るともう外国の方がほんもう本当に列をなして本国に帰っていくんだよね。うん、飛行機いいっぱいで、うんうん なぜこれは、この運動みたいなことが国会前ですが、こういうことって日本のマスコミは、なぜあんまり報じなかったんですかね私は、政治的な圧力があってという部分ももしかしたらあったのかもしれませんけれども、うん、ほとんどは単に慣れていなかったということが大きいと思います。というのはは、えー、日本では 1970年代の後半ぐらいから30年以上にわたって大きなデモというのはなかった、でそれを取材するというノウハウもないし人脈もないし人脈があるとすれば社民党や共産党や労働組合にはあるけれどもそこが主催していない動きについてはどう探ったらいいのかわからない何が起きているのかわからないそれがおそらく、えー、新聞社なりテレビの現場の感覚だったのかなというふうに私は思っています。 なかなかね、うん、ああいうのがニュースにならなかったですよね。うん、かなり大きなね、うん、デモでしたけどね。あのー、当時ね、うんこの。すぐに、あの、枝野さんがテレビに出てきて。はい、すぐに人体に、影響を及ぼすわけではない。っていうようなことを言ってましたが。はい もう映画を見,る見ても明らかですけども、うん、官邸は大変だったわけですよね、うん、私は当時の官邸にいた人々にはある程度同情せざるを得ないですね。うんうん、というのは、うんえー、もちろん彼らは、はいえー、原子力の専門家でもないし原子力災害の専門家でもない、はいうん、で頼りになるはずの専門家が、うんえー、いや大丈夫です安全ですと、うんえー、爆発したら想定外でしか、うん としか言わないその状態で政治家の人は何をやったらいいのかということに関しては私がその立場にいたら大変困ったでしょうしうおそらくなかなかあれ以上のことはできなかったのかなというふうに私は思っていますでももうちょっと情報がスムーズであったならば何もその放射能の風向きの行く方向に避難することもなかったわけですよね。 はい、映画の中に出てきている双、うんえー、葉町原発の立地自治体の方は、うん、情報がなかったがために、うん、放射能の濃い方を濃い方に私は避難することになったというふうにおっしゃっておられます、うん、もうそれはそういうことに関しては、うんえー、出すべきだったことは間違いないですね、うん、ただ、えー、当時の日本政府の状況というのは大変混乱していて、はい、どこがどの情報を持っているかも、はい、おそらく全部把握できている人はいなかったのかなと。 そういうことも含めて別に私は当時の日本政府の肩を持つわけではないですけれどもえ全体が統括できる体制がないのにえ統括できないものを動かすとかえ維持するというのはやはりいろいろ考えたほうがいいのではないかというふうに思いますね。それで社会的にこのの反原発の運動は 大きく広がっていくわけですよねそれでもその時点においてもでもなおマスコミは意外となんか僕はそっぽ向いてたような気がするんですけども。 違いますか私は2011年の4月、うんえー、東京の高円寺で 1>,、うん、まあ1万5,000人が集まったデモに行きました、はいはい、であのこの映画にも当時の映像が、はいえー、一般市民が撮った映像、うん、しかも一般市民であるにもかかわらず大変うまい映像が、うんねえー、残ってますけれどもれ、はい、あのだから私はこの映画を作ることができたんですが、うんうん、えー そのデモにはやはりほとんどのマスコミは来てませんでした。というのは後からやっぱり新聞社の人やなんかにも聞きましたけれどもあのデモはインターネットでしか情報が流れていなかったし労働組合が主催したわけでもないし政党が主催したわけでもないので我々はキャッチすることができなかったしまさかあんなに集まるとは予想してなかったというふうに言ってましたね。やはりそううういい情報のの流れ方とが えー、や日本のマスコミというのはやはり記者クラブであるとか、うんえー、の制度であったり、うん、あるいは労働組合とか政党とか、うんえー、古くからある、えー、原子力に反対するグループとかは知ってるんですけれども、うん、それ以外のところから起きてくるものというのはなかなかフォローすることができなかった、うんうん、あるいは現場の記者が来ても、うん、私あのその後のデモで現場の記者が来てるのは見たことがあるんですが、うん、その後やっぱりおそらくデスクのレベルで、うんえー、止まってしまう。 えそれはやはりそのニュースバリューとしてどのくらいあるかというとえ繰り返しになってしまいますが共産党や社民党が動いた労働組合が動いたえ有名な知識人が動いたというとえそれはニュースバリューがあると判断するのかもしれませんけれどもえ全く名も知れない人たちが主催したもので何千人何万人集まってもそれはニュースバリューとはならないという,ふうに思ってしまいがちなんでしょうねあー。あの 映画、えー、の中であのこうデモに参加した人たちで「うん、あのこの情報を Twitter で聞いた人」ってこう呼びかけるね。そうするともうほとんどの人が「入ってこう、うん、手を挙げるわけですよね。うん、そうすると何かこうそれを見た限りで言うとやっぱりんかこうあんまりなんかこう国とかそれからテレビとかの情報をみんな 信じなくなってるのかなっていう気もするんだけど、うん、まあ原発の事故があったことで、うん、一つ日本にもたらした効果は、うん、政府やマスメディアに対する信頼が落ちた、うん、ということはこれは間違いないでしょう。日本の政府とかマスメディアというのは。うんうん 信用できるかできないかというところまではわからないにしても少なくともこういう非常事態があった時の対処能力はそんなに高くないんだという印象を与えたでしょうねでその事故の後で、えー、自分たちのメディアであるインターネットに依拠して情報を集めている人たちの中からああいう動きが出てきたというふうに私は解釈しています、えー、この映画を作るにあたっては、えー、30分で決めた。 はい、<laughs> しかも。すごいかかるものですが。しかも。二人で。二人で。やられて。はい、だこの人数の。あまりの少なさは。何かに影響。があったんですか、ご本人の中で。うん、いや、あの、うん、私はもともと。うん バンドや,なんかもやっていましたからバンド,やっ,バンドやってましたで、はいはい、それで、まあ、あの自分たちで録音をしたり、うん、それから自分たちでプレスをしたり、うん、自分たちであのお店に行って置いてもらったり、うん、ディストリビューターっていう配給をしたりする人たちと交渉するっていうことはやったことがありましたんで。 でそういう経験から言って、うん、もう21世紀に入った後は機材のとてもいいものがあって、うん、そんな高いお金払ってスタジオなんか借りなくてもできるんだっていうことは分かっていたわけですね,、うんうん、ねですから、えー、私この映画を作ろうと思ったのは2014年の1月から3月にメキシコに客員教授に行っていた時に、はい、メキシコの学生にこういう映像あるんだよって言って講義をしながら要するに全く日本史の日本現代の紹介のために見せたんですけれども、うんうん 初めて見たと、こういうことが起きてるとは知らなかったと、大変興味深いと言われたもんですから、やっぱりこれはちゃんと作った方がいいなと思ったわけです。で、その後インターネット上の映像がいろいろあることを確認し、自分でいろいろ言ってましたから、大体いつの何があるかも知ってましたし、その映像がほとんどあるということが分かったら、ああ、これを集めればできるなと、あとはインタビューを参加してた人たちや、あるいは、 あの当時の首相とかにインタビューを取って、うん、それをうまく編集すればこれできるなと思ったんですで、うんうん、そのためには、うん、必要な人って言ったらじゃあ私とあと撮影する人一人いればいいと、うん、で,で, <laughs>、はい、であとは、はいえー、インターネット上の映像を許諾を取って交渉して、うん、あの使用許可をもらうっていうことがやれれば、うん、お金はほとんどいらないだろうと。 なるほどでこれはもう絶対に、えー、後世のために、うん、やる日本のためにも世界のためにも記録しておいた方がいいことだと、うん、少なくとも主義主張はともかくとして記録しておくことは必要だってことに関しては誰も異論はないだろうと思いましたから、うん、やるべきだと思いました、うん、で、あのー、撮影をしてくれるっていう人を紹介してもらって会って、うん、で私が全部お金出してやるから、うん、やるかって言ったらやりますっていうんで、うん、それで30分で終わりです。うん <laughs> 期間はど,どれぐらいで作ったものですか。えっ、ー、と、2014年の4月にメキシコから戻ってきて、はい、5月に二人で相談をして、うん、えー、1年で作りました、ね 1> うん。1年で。うん、あの、月差ですけど、お,お金はどのくらい。<laughs> <laughs> そのぐらいくら <laughs> かかんないってったってさまあまあそれなりにはね <laughs>、うん、かかるでしょうし、ま、すいません今のは引っ込,込めですけども <laughs> あのとってもあれですよねゲリラチックな感じがしますよね取、うん、り方っていうか違いますかそうですねただ、うん、ゲリラチックという言い方は20世紀の言い方だと思いますね。 ああつまりその巨大な正規軍があってそれはもう。 鉄砲を持った兵隊がたくさんいて、戦車があって、飛行機があってていう、そういうなんていうんでしょう、重工長大型の軍隊に対してゲリラっていう、そういうものですよね、21世紀の正規軍ってそうじゃないですよ、最新兵器はコンピューターと、衛星と GPS に結びついた騎馬部隊、アフガニスタンの山中の米軍なんて馬乗って移動するわけですからね、ゲリラ、相手の追い詰めるときに。ですから、もう今は正規軍もそうなってるわけですから。 えー、もうこれは例えば世界の,あの先進産業の企業なんか見てても分かりますけど少、うん、人数のベンチャーの方がずっと多いじゃないですか、うん、だから私はその、まあ、ゲリラティックって言われれば、うん、ああ褒めてくれてるんだろうなって受け取りますから、うん、別に、えー、そう言われるのは否定しませんけれども。うんうん 二十世紀の言い方だなと思いました。すみません、古くて。ちょっと古い人間のもんでごめんなさい。若く見えるけど。でも、あれだよね。さっきのあの木金をな、あのピストルで撃ってな。あの、我ら海の声演説あれもだってネットで。そうですよ。再生してね。見せたりするわけですから。今もうネットのね、本当時代ですよね。 映画は最後野田政権が2030年までにあの原発を日本の原発をやめるというふうな方向まで行くんですがしかしこれが政権が変わるとですね今の政権はまあつい最近になって仙台原発を再稼働させました。今までの運動ととかそういういことが こう政権が変わった時には意外と簡単に政府の方針が変わっちゃうとなんかこう機能しなくなるんですかね。まあその政権というのは、うんうん、えある程度政策を決める裁量を持ってるわけですね。はい、ただ私の見方では、うん。うん 結局経済的的社会的条件がが許すす範囲でででしか政政権は政策を決めることができないんです例えば今から右肩がり10%の成長をしますというふうに政権が決めてもできないじゃないですか。はい、でそれと同じように、えー、世論の反対があまりにも強いような政策というのは結局できないしあるいは形だけ決めても。 えー、実施をすることになってくるとももののすすごく制約を受けてしまうこでこれは私は歴史学者でもあるし政治学者社会学者でもありますから分かりますけれども。うんうん 形だけ法律を通しても、うん、ええー、それがどこまで実質的な影響を及ぼすかは、うん、社会がどのくらい合意しているかによります。うんうん、だから、合意のない法律とか政策っていうのは、うん、形だけ決めても、うんうん、ほとんど形外化していくことの方が多いですね。今、実際に再稼働したわけですけども、それはもう、この国の国民のかなりの人数が、そういうことには反対なわけですよね。はい。だけども、実質的にはこう臨界を迎えて。 再稼働で何万キロか電気作るでじゃあこれ自体は文和さんはしばらくすればもう少し経てばこの流れはそんなふうにい,いかなくなるだろうっていうふうにお考えってことですかまず原子力というのは先進国ではほとんどペイしない産業になってるわけです。フランスでもアメリカでも原子力産業はとても苦しいです。原子力っていうのは結局 整路としてはですね仕組みとしてはお湯を沸かしてタービー回すだけですから、うんはい、ものすごく原始的なものです蒸気でね、えー、ただ、うん、まあ要するにお湯を沸かす材料は原子力だっていうだけですけれども安全に一切配慮しないんだったらすごく安いですよ、うんえー、結局原子力のコストって要は安定的に運営して、うんえー、放射能が漏れないようにすることのコストですからですから 誰も気にしない社会、うん、あるいは反対があっても全部弾圧できる社会だったらコストすごく安いです、うん、<え>独裁政権とかねだけど、えー、みんながある程度人権意識や安全意識が高くて、うん 弾圧ができない社会だっったらコスト無限に上がってきます、うん、だから先進国で、うんえー、民主主義の社会ではどんどんコストが上がってきます。それでも政府が全部お金投入してやりますっていうんだったらできますけれども、うん、例えば核兵器作りたいから原発作るんだっていうのであれば。だけど、自由主義経済のところではできません。うんはい、だから自由主義経済で民主主義の国ではみんな行き詰まってます。うん、これはもうトレンドです。うん、でじゃあ、日本はどうなんだっていうふうに私に言わせればですね。うんはい 結局、震災の前に54基あった原発のうち全部止まってもああなんと生活に何の支障もないんじゃないかとみんな分かってしまったわけですよね。よで、じゃあこの上なんで動かすのって言ったら一番の理由は電力会社が経営が苦しいからというのが一番正直な理由であってあの、まあ、もちろんその貿易赤字が,がっていう意見もありますけれどもあれは原油が値段あ値段上がった部分のほうがずっと大きかったわけですからね輸入量が増えた値段よりも。 じゃあ現状はどうかっていうと54基あったうち福島第一の6基はもう入る決定、はい、残り48、はい、えでその中で東日本の福島第一と同じ形式の原発はもう追加費用が高いのでなかなか申請できない、はい、で申請してるのは25ぐらいですね、はい、でおそらく10基前後かなと動くのはこれから先。うん えー、そういうふうに予測する経済雑誌やなんかは多いですねしかもそれも西日本九州とか四国とか福井に限られるとじゃあそれって九州や四国でそんなに電力不足なのって話になってきますしで,す、ね、でまあその10基前後というのをそんなに動いてしまうのっていうふうに考えるか54基に比べれば随分減ったなって考えるか考え方次第ではありますが。 おそらく私の思うところでは原子力産業が日本で福島第一原発事故よりも前の盛り返すなんてことは不可能、うん、そんなことはもう電力会社や原子炉メーカーも分かってることだと思います、うんうん、あとはどこまで粘るかって話だけでしょうね私にから見ればもう車用産業になってるものなのによく粘るなっていうかよくあがくなっていうふうに見えてますねなるほどそういうことか。ええ まあでも世界的にもこれがもうペイしないという事実が分かったと分かったけど今までのシステムでそこにいた人たちはそのシステムに頼るしか手がないとそうしないとこの産業として成り立たないしかし全体として見ればこの産業は世界的にももうコストが高いってことが分かっちゃったんで今あがいてる状態だというふうに考えればいい。 私はそう思っています、うん、でもちろんそのあがいている状態というのは全体の、うんえー、安全意識人権意識によってコストが上がっていくわけですから、うんえー、そういうものに対してはやっぱりよくないんじゃないかという声を、うんえー、上げることは必要だと思いますでそれはやっぱり世論調査で数字が現れるっていうことも大切ですけどきちんともっと分かりやすい形でデモンストレートするつまり民意っていうのは なかなか目に見えないですから世論調査の数字とか選挙の票ってあ形に表すわけですけどデモンストレーションっていうのはやっぱり怒っている表情とかこれは本気だっていう声の出し方とかそういうものが目に見えるじゃないですかそういうシーンをたくさん集めて映画を作ったわけですご覧になれば分かりますけどあそこに出てきてる人たちみんな本気だってことははっきり分かりますよね。そうですすねね表情にに見えまマスククした奥さんんななだけどもも最初とって冷静ール 言葉が聞きたいなと思ってる時にとっても冷静に話し始めるんだけどやっぱり最後抑えられないんだよねだからあの冷静を保とうとするのがその結果が切れていく様が一番僕たちにインパクトを強く持つという私はやっぱりああいう映像というのが今のマスメディアにはなかなか載ってこないわけですね。やっぱり あのシーンっていうのは例えばやっぱり2分間ぐらいずっと固定で映してないと出てこない映像ですしでそしてまたやっぱり限られた時間それからと限られた編集の中ではなかなか今のマスミディアに載ってこない映像ですけれどもやはり私から見るととても人間の持っている本来の強さとか美しさとかそういうものがよく出ている映像ですからまあこれはまあ芸術作品としてもやっぱり強いものになると思ったし。 記録としては絶対に日本社会にこれから残していかなければならないものだと思いましたあの映画とはちょっと離れますけどもこう社会学者でも歴史学者でもいらっしゃるわけですから今の日本の置かれている状況それからこの今の政権が取っている方向このことについてはどんなふうにお考えですか今の政権もちろんその政権は首相の一存だけで動いているわけではありませんけれども。うん あの先ほどマスメディアについて私が言った問題とちょっと並行したものを感じます、はい、つまりその社会の方はもう大きく変わっているのに、うんえー、いろんな声を反映するシステムが合ってないというか古いんですね。やはりその業界団体とか、うんうんうん えー、あるいは経済団体とか町内会とか商店会とか、うん、そういうルートの声は大きく上がってくるけれども、うん、そうじゃないところの声はなかなか政治家に届かないという仕組みになっています、うん、でその仕組みのままだと結局やる政策が検討外れになることが多い、うん、でその結果はどういうことになるかというと、うんえー、やるべきことをやらないでやらなくていいことをやると <laughs>、うん、いうことが大変多いように私には見えます、うん でも僕たちの民意の代表が選ばれてであの民主主義の議員,議員の議会制民主主義をつかさっているわけじゃないそれが私たちのやろうと生きようとしていることとずれてるってことですよね。 私はずれてると思ったときはきちんとずれてるんじゃないかって言った方がいいと思うんです、民主主義っていうのは結局何かっていうと単に手続き的に選挙をやるということではなくてみんながこの人たちはちゃんと我々の民意に沿って仕事をしてくれてるなと思っている納得が成立している状態が民主主義です、手続きは踏んだ、選挙をやった100年前と同じやり方で選挙をやりました何が間違ってるんですかって言われてそうかなって。 本当にそうなのかなと思っているときはやっぱりずれてるってちゃんと言った方がいいと思いますよなるほど、ね。で、仕組みがずれてるんだったら仕組みは変えていいと思います私ははい。わかりましたその改めてその映画のお知らせをしたいと思います、はいうん、社会学者小熊英二さんがお取りになったドキュメンタリー映画、うん、首相官邸の前で、えー、福島第一原発事故後の東京でですね、うんうん、政府の え、原発対策に抗議するために起こったデモの全貌を記録したドキュメンタリーになっています。はい、え、311、以前はですね、全く別々の立場にいながら、脱原発と民主主義の危機を共通の言葉に、一つの場所に集まった8人の方のえ人物にフォーカスしている作品になってます。9月2日水曜日より、各週の水曜日に、渋谷アップリンクで公開されます。上映時間など、詳しくはアップリンクの公式ホームページを ご覧ください。はい、はい、短い時間で申し訳ありませんでした。ありがとうございました。